告知ポスターに異変、ファンの悲鳴の声が続出。日本代表派、3月21日に2026年の北中米ワールドカップアジア2次予選で、北朝鮮代表とホーム国立競技場で対戦する、試合を告知する公式 SNS の投稿画像に、伊東純也が不在となりファンから悲しみの声が相次いだ。ライオンがいることの方がショックだろ。伊東よりそっちよね、くさ。アジアカップ派森保的に負けてもいい戦いだったんだろうけど、これ波動するんかね。ゴールキーパー派大迫使うと思うけどね。呼ばれなかった鎌田と古橋も復帰すんじゃね。遠藤航が一番前派笑う。言うてもキャプテンやし。なんで田中急に干されたの？久保がいるのもショックだぞ、わら。森保が一番かっこよく映っててくさ。森保がいるのが一番ショックだわー。